子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日はあの私普段使ってるアイウェアの紹介なんですが、すごいいいレンズを見つけたんで、まあ、それを紹介したかったんですけども、それがあのタレックスっていう変光レンズなんですよね。でその変光レンズを使い始めたのは、まあ、中高生の頃かな。あの釣りなんですけど、まあ、私、まあ、その頃今もやってるんですけども、その頃から渓流釣り、まあ、イワナヤマメ、まあ、山に行ってその沢だったり川でそれを釣るんですよ。ルアーとかこうフライで、その時にその変光グラスをつけてると川の中の様子が分かるんですよ。魚が追ってきてるなとか、あとあそこに石があるなだとか分かるんですよ。これないともう白くギラッとしてて何も反射で見えませんから、その中の様子を探るために変光レンズっていうのは、まあ大体の釣り人の方はみんな使用してると思うんですよ。でもまあその頃使ってたのはこういうしっかりしたレンズのものが買えなくてですね、まあ学生だったのもありますし、こうフィルム、こう柔らかいフィルムのタイプだったんですよね。でもそれでも十分効果あったんですよ。でその時から感じてたのは、まあ、水の中もしっかり見えるっていうのもあるんだけど、変光レンズをつけるとこう物のね、こういう白い反射とか、まあ、いろんなところ反射してると思うんですが、まあ、こういったものが取り除かれるので、こう色とか形とかダイレクトに入ってくるんですよね。だから綺麗なんですよ、景色とか。それでまたちょっと話飛ぶんですが、この間釣りに、まあこれ釣り用の変光グラスなんですけど、これを胸ポケットにすっと入れて、まあ、釣り場に到着して、いざ変光グラスを取り出そうと思ったら胸にないんですよね、これ。なくしちゃったんですよ。で、その日はもう全く水の中の状況が見えない状態だったんで、もう非常に釣りにくい。探したんですけど、見つからずに帰ったんですよ。で、その2週間後に、またその釣り場に行ったら奇跡的に見つかったんですよね。しかしながらこれレイバンの、まあ、純正でついてた変光レンズが傷んじゃってたんですよ。もう使えないと。それで、地元のメガネ屋さんに相談しに行って、このタレックス、ここのレンズ入れたんですよ。1万ちょっとぐらいですかね。このハードマルチコートにしてもらったのかな。これでも1万円ちょいぐらいだったと思います。はい。でレンズを新しくしてもらってまた釣りに行ったんですけど、もう非常に素晴らしいんですよ。これが水のちょっと今まで使ってた変光レンズとちょっと次元が違いましたね。まあ水の中も綺麗に見えるんですが、運転にもいいんですよね。こう道中の運転でもなんていうのかな、すっきり見えるんですよ。情報がこう洗練されてるっていうか、だから脳みそが疲れないんですよね。例えば雨の日とか、なんていうのかな、こう路面の水に反射してギラ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 うるさい感じで、何が正しい情報なのか分かんない時ってあるじゃないですか。あれがこうクリアになる感じですね。言ってる意味はあんまちょっと伝わんないかな。まあとにかく色とか形とかがそのまま綺麗に入ってきてくれる感じです。それで気に入ったもんで、他のメガネも全部それにしたらいいんじゃないかっていうことで、レンズの色違いで変えてもらいました。でこれちょっと用途別で、まあイメージなんですけど、まあ、変えてもらった感じになります。これレイバンに入ってるのはラスターブラウンです。雑光カット率が 95%、 可視光線透過率 30%、まあ、若干ブラウンっぽい感じなんですよ。まあ、割と私ブラウン系のレンズ好きなんですよね。こう見た時にこう景色がちょっとあったかくなる感じ。逆に青系のレンズは私一切使いません。あまり好きじゃないです。次はこれバートン・フェレイラというブランドの、まあ、サングラスなんですけど、これに入れたのは、これドライブ用でトゥルービュースポーツ、スポーツやドライブに必要な判断力をサポートしてくれるっていうコンセプトのレンズになってるみたいです。これもちょっと暗く見えるけどかけると明るいんですよね。これが雑光カット率が 99%、 可視光線透過率が 30%。
これドライブすごい良かったです。次はこのなんだっけが多いんですよね。私忘れちゃうんですよ。それなんだっけな、本当に。あ、オリバーピープル。オリバーピープルのこれはもう15年以上、まあ、ほとんど毎日使ってたサングラスなんですが、これはですね、ピースブラウンという色を入れました。雑光カット率が 50%、 可視光線透過率も 50%。 これ読むと、日常生活に必要な分だけコントラスト性能を盛り込むことで、屋外では眩しさを軽減し、室内では照明の反射やちらつきを抑えます。かっこいいですよね。こう色も非常にいいと思います。このここと合ってますし、これ意外と夜つけても問題なかったです。このこんぐらいの薄さだと、まあ、濃さっていうか薄さ、これ 50%50% ですね。はい、そして次はこれ、これはニュードットっていうところのサングラスなんですが、これに入れてるレンズはもう一番薄いやつですね。モアイブラウン、さっきのピースブラウンよりのこれ 50% なんですけども、これよりも薄めの色。このモアイブラウンは雑光カット率が 20%、 可視光線透過率が 70%。 でこれコンセプトこうやって書いてるんですよね。もっと見えるモアアイってことなんですね。モアイレンズ、度数を上げるだけがよく見える手段ではないことをこのモアイレンズは証明します。はい、まあ、これはオフィスワークなんかで使ってもいいって書いてるんですよね。まあ、これかけても色そんなに気になりませんから、暗くもないんですよ全然。まあ、私これどういうシチュエーションでかけようかなっていうのは、まあ普段、あと会社だったり、あと夜のイベント、音楽イベントの時とか、まあ、そういう時にこれ使おうかなと思って、まあ今はちょっとそういうシチュエーションないんですけど、普段屋内で使ったりしてますね。まあ、これぐらいでも結構雑光カットしてくれるんで、まあ、抜けて見えますよね。色の入り方とかこうくっきりするんですよね。形もなんていうのかな、ちょっと、まあ、かけてほしいんですけど、こう言葉で言うのがこう伝えづらいというか、疲れないっていう感じなんですよね。だから、釣り以外でも普段使うものにも全部今回入れた感じです。いろいろアイウェア好きで、まあ、レンズもこう交換したり今まで楽しんできましたが、多分これ私の中で最終形態だと思います。一生もんですねこれは。まあ、傷ついたりなんかした時はまた交換する必要はありますけど、まあ、そういうことがなければもう一生使っていけるんじゃないかなって思ってます。大変気に入ってます。冊子にイメージ載ってましたね。まあ、こんな感じに近いですね。水の中もこういう風に見えるって感じです。こう光の反射、乱反射とかがなくなって中がすっきり見える。さっき花の色とか葉っぱの色とかがまさにここに書いてる感じですね。こう白っぽく反射してるのがもう色だけパーンと緑が入ってくるみたいな、これ本当にこうなります。まあ、ちょっと興味のある方にはもうぜひ試していただきたいこのタレックスレンズなんですが、これどこでも扱ってるわけじゃないらしいんですよね。認定を受けたプロショップだけが、まあ、これ扱えるらしいんですが、由利本荘三ヶ穂方面にお住まいの方であれば、由利本荘市内のメガネの和光さんで取り扱いしてます。私は石脇店でこれ全部お願いして作ってもらった感じですね。でスタッフの方もとても詳しくて、まあ、こっちがどういう用途で使用したいかというのをいろいろ聞いてくれてですね、もう安心してお任せすることができました。あとなんかドツキでも作れるようなんで、まあ、いろんな使い方できるんじゃないかなと思いますね。本当にこれ一度試していただければ素晴らしさは分かっていただけると思います。もうとにかく景色変わりますから、見えてるもの変わりますからね。まあ、じゃなきゃまあここまで4つ全部しませんよね。私まあ極端なんですけど、まあ、それぐらいすごく気に入って、まあ、一生付き合っていきたいなと思ったレンズです。嘘じゃありません。まあ、今回はアイウェアの紹介だったんですが、まあ、基本的にはこう自分が本当に気に入ったもの、そういうものを使いながらこう人生を楽しんでいきたいっていうのがこう基本的なこう理念の部分にあるんですよ。
長く使えるものにはお金かけていいって、流行りものとかはあまり手を出さないみたいな感じでいろんなものをこう選んでます。それではまた面白いものあったら紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまたのちょうど、さようなら。